はい、山本一郎です。こんばんばは、えー。今日お話をしたいのは自粛ってどうなのっていう話なんですけどあの今日は今日で3密な感じの会合に呼ばれて行ってきて映んねえといいなと思いながらこうガッチリマスクしてこう何て言うんでしょう,こう会議出ててでずっと喋ってたんでなんか声出なくてで後ろの方の会議であの声借りちゃったもんで咳してたらなんか近寄らないでくれとか言われて結構ムカついたんですけど。 なんていうんですかねこうみんなこうギギスギスぎぎすすじゃないいっていう気もしますよね良、うん、くも悪くもこう皆さん結構過敏になってるのかなというふうに思いますけどねあの、まあ、実際その今日ちょっとお話したいなと思ってる内容で言うとそのなんで自粛ではなくてちゃんとした命令を国に出してほしいのかみたいなことを、まあ、今日ずっと話してきたものを思い出しながらこうリフレインしてるんですけど。 まあ要するにその自粛じゃなくてその国がこういうふうにしてくださいっていうその命令があって初めて例えばその雇われている人に対するその措置とかもしくはその不動産会社がそのまあテナントさんからの,げあの現賃交渉っていうかその賃料が払えないよっていった時にこうまあ少し猶予してあげますよとかもしくはその少し割り引いてあげますよとかそういうことをやる時にそのまあ国が言ってるんだからしょうがないっていうような形でですね まあ,ある意味その意思決定をそのお上に丸投げしてるる部分があるわけですよね。まあ、こういうご時世なんでやっぱりこう上がそう言ってるんでじゃあ,あの下はそのこういうふうにするんでよろしくって言いやすいわけじゃないですかで単にこれこう自粛ですよとかあとそういうお願いですみたいなこう緩い話が降ってくるとですね例えばそ,のまあそういうその現地のご相談が来た時にですねいやダメですと。 いやあの国交省かそういうガイドラインは出てるけどあなたの、えー、要求は通りませんとお断りしますと3ヶ月そのまあ現金にしてなお戻せないんだったら出てってねみたいなそういう証文をつけながらこうやらざるを得なくなるわけですよねただその今回その国土交通省さんからもまあ結構はっきりとしたそのこういう形でその賃料の減免してくださいねもしくはその、えー、猶予してくださいねそうしたらそのあなた方の,そのまあ,あ お金が減免した分に関してはその損益で加えてあげますからと、まあ、来年の税金を減らしてあげますよとか社会保障料の行ってこいで調整してあげますよみたいなそういう支援策が出たとしてもそ,のそうやれって言われない限りは、まあ、なかなか自分からですねやりたくないわけですよね。まあ、そそだったらその そういうい半年もしたら出ていくようなところに現地にしてあげてその物件評価下げるぐらいだったら空室にしちゃった方がいいよっていう判断になるわけですよね。特に駅前でこうまあいくらでもテナントなんて入って捨てるほどおるわみたいなところだとますますその今いるところには出てってもらってでコロナウイルスの騒ぎが落ち着いてからその新たにこう入ってきてくれるところにこうまあちゃんとした値段で入ってもらえればいいやみたいなそういう,ような判断をどうしても皆さんするわけですよね。 でまあ、実際その現状回復できないようなその資産状態なんだったらね現賃交渉を落ちたところで出ていく時にその、まあ、現状復帰代金がおやさん持ちみたいになるとおやさん泣くわけですよねでそのあたりも含めてその、まあ、おかゆみがちゃんとそういうその仕組みですよと言ってくれて初めてこう下が動けるでそれを金閣愚上として交渉ができるいや上の人がそう言ってるんで、まあ、その結果としてあなた方の交渉に関してはそれは飲めま,す飲めませんでもはっきり言えるわけですよね。 そういったような形でまやっていってほしいなってのはあるのと。あと最近ちょっとこう。まあ、あのいろんな経緯があってまあ、保健所さんとま電話でお話をする機会が増えたんですけどもまあ、ちょっと理由はちょっとお話できないんですけども、やっぱりこう。あの、そういうその問題が起きた。まあ、不動産だとか。もしくはそのまあ、あの周辺の会社さんとか飲食店とかでそういったところがその。 出たので営業停止しますってこうバーンって書いちゃうとですねその不動産の上とか下に住んでる人もですねあそこの店にあれが出たのみたいな話になるわけじゃないですかでそうするとそのまあ,あの下の階で出たんだったら上の階の人たち同じエレベーター使ってるの私たちちょっとあのリモートワークにするんでまた現地にしてくださいとか、まあ、賃料を下げてくださいみたいなことを言ってくるわけですよねまあまあしょうがないですけどただその言うなやったわけですよねいやだ出るのはしょうがないけど別に無理に入室ねえじゃないかみたいなね でまたこうあのやっぱ私もその親族がです、ね、病院活に担い込まれた時にこうあのあの感染疑いの人がだローカーにいてです、ね、でなかなかその診療の番が回ってこないだってこれ救急遽なのになんでこんなあのずっとストレッチャー寝てるんやみたいな話になってです、ねまあ、さ結構、まあまあ、あの困っちゃったことがやっぱりあるわけですよ。でまたその まあ親父やおふくよやそのいろんなところでこう出入りしているそのデイケアの人たちとかもしくは老健の人たちとかやっぱ施設内にそういう患者疑いの人が出ましたってなるとその隔離措置するんで改めてその濃厚感染の可能性の人は施設来ないでくださいとか言われちゃうですよねいいややだっってお見舞いもろくに行けないんじゃやっぱりこうね。 辛いですよねだからそこら辺その突然こうバーンとそのデイケアの施設が明日からあのあの受け入れできなくなりましたって連絡を頂い,いてでこちらとしてもその,あのデイケアに行く前提で予定組んでたものは突然できなくなってさらにこう横のつながりがあると電話、まあ、とか SNS とかで連絡が来てですねうちの施設出たらしいわよみたいな話になるんですよね。でブワっと噂広まるじゃないですか。でそういうういのっってやっぱりこう あのみんなで一斉にきちんと対応してその、まああまあ、対策を打っていってでまあ静かにこうあの嵐が過ぎ去るのを待っていこうっていうような機運からすると、まあ、逆効果になっちゃうんじゃないのかなと思うんですよね。で、まあ、あるタイミングでそういう訴いが出たものに関してはもうしょうがねえっていうふうにこう開き直れるまでにうんですよでうちの,その管理組合でもやっぱりこう「いやそんなのが出たんだったらそのマンションの入り口封鎖しろよ」とか言い始めたりとかですね。 封鎖したってしょうがねえだろうと思いながらこうまあはあそうですねみたいな話するんですけどやっぱりこう皆さんこう、ね、センシティブですよねで、まあ、自分のその身の回りで言うとやっぱ同じようにこう、まあ、町内会だとかマンションの管理組合からいろいろなこうご相談がその急に増えてこの1か月で今まで月に4件5件もあれば多かったのがですね本当に毎日3件4件来るようになっちゃってですね でしっちゃかめっちゃかなんですけども、まあ、大体こう皆さんこう一人でお住まいの方がその、まあ、ああ疑いだと言って運ばれてしまいましたともしくはその、まあ、最近なんか具合悪いと言って隣の家にそのピンポンが来てヘルプがあったとで隣の家もその、ね、あのこう隣のおじいさんが、ね、具合悪いって言って「いやなんかごはげやってて具合悪いと」とそんなの家に入れるわけいかないしまたその廊下で何かたんでも吐かれたらね それはそこからうつるかもしれないって恐怖心の中でこう平常の暮らしていかなきゃいけない,というのはやってなると管理組合的にもどうにかしないかんとでも管理組合も別にその感染症のエキスパートでもないしなかなか大変だよねみたいな話になるとです、ねまあ、しょうがないんでこうあの保健所と町内会で一緒になってなんかこう見回りやったりとかしなきゃいけないみたいな、ね、で具合悪い人がいたらまあ当然こうなるだけ早いタイミングでそのまあ受診できるようになんとかこう掛け合ったりとかしなきゃいけないっていうのは余計な仕事がやっぱり増えるわけですよ。 でもっとと言うとそのあのこれはちょっともう具体的な例になっちゃってよくないかもしれないですけどそのあるあの、まあ、関わり合いのある施設でその、まあ、シングルマザーのお母さんとかあとその、まあ、共働きで頑張ってたところがですねあの親御さんが突然こう感染疑いになっちゃって病院に担ぎ込まれて「子供さんどうすんの?」みたいなね。 でこれれ結構そのうちもそれってあり得るわけですよ家内は医療従事者だし、まあ、私もそ,のそういった腸内科の仕事とかまあさせられてるといつ感染してもおかしくないわけじゃないですかそうすると私も家内もその突然隔離されるよみたいなことって起きうるわけですよねもちろん気をつけてますけどでもどこでうつるか分かんないじゃないですかで日常生活っつってもその、まあ、朝はな普通にこう呼ばれて管理したりしてるんでなんかそんなところでうつってしまったらそのじゃあ子供どうすんだよみたいなね もしかその子供が先にかかっちゃうってこともなくはないと。で、実際もう子供はほとんど家から出なくなってますけど。そのまあ万が一ね、こうなんか私やその家内にこう。あのもしものことがあったときに、その本当にこれやってきるのかいってのは非常にこう疑問なわけですよね。 その親がひっくり返った後の子供とか同じくその介護をしている側がひっくり返った時の,そのおじさんおばあさんみたいなのってまあどうやってこれその社会的に支えていったらいいんだろうなってのはすごくこうまあ悩むというか解決策ないじゃんって思うわけですよね。こここれ仮にに保育のととろろせててくださいって言っ言たところで 例えば親御さんがその感染の疑いで子どもたちをじゃあ傷病保育のところに連れてって一緒にいる子どもたちにうつすかもしれないしそこの保母さんだとか、まあ、あのそこのこう施設の職員の方にうつしてしまうかもしれないしそう考えたらむや,にもたむやみにも食べおれないって話なわけじゃないですかそうするとその家にその食料を買い置きしておいてもし何かあった時にはこれを食べてしのいでねみたいなことを教えるぐらいしか方法はなくて。 でうちはその一番下がまだ0歳なので、まあ、そういった子どもたちのためにじゃあそのまあ、じゃあ今のうちにこうね上の子にこう離乳食の与え方とか覚えさすのかいみたいな話になるとやっぱそれのそれでどうなんだよって思っちゃいますよね。いつなん時何があるか分かんないっていうことに対して、まあ、どう備えるかでまたそれってお金があろうがなかろうがその感染って等しくやってくるものなので、まあ、それはその。 やっぱその地元の人たちだけでもその支えきれないものはどうやってこう公のところで面倒を見ていくのかっていうのはどっかで考えていかなきゃいけないんじゃないのかなというふうには思うんですよね。いやまあ正直こうた、まあ、私はともかく家内がその感染しちゃったらやっぱこうまあ授乳してたりとか離乳食食べさせたりとか非常にこう子どもたちと日々あのあのあの親密に接触している以上やっぱいろんなことを起こしちゃいますよね。そそううういいっったもののはやっぱりこう上の方でこうそういうあの 歌いがあってその,その支えられている扶養家族の子どもたちやそのおじいさんおばあさんが困った時にはこういう形で対処してくださいみたいなものをうまく言ってもらえるような仕組みがあるといいなというふうには強く思います。で最後にこう国民民主党の玉木さんが「ロックダウン法案はどうよ」みたいな話をようやく言い始めてですねまあ久しぶりにその国民民主党がそのいい働きしてるんじゃないみたいな話も一部でありつつも玉木さんしか目立ってないんでなんかこう玉木新党みたいな感じになってますけどでもまあ言ってることは正しいですよね。 ただその昔そのまあ日本がその金融危機に陥った時に当時民主党政権でしたけれどもあの金融円滑化法っていうのを亀井静香さんと大塚光栄さんがまあ作ったとほぼ同じような立て付けで今融資拡大の政府系金融機関がやるっていうことで進んでますけれどもまあそれの,その国土交通省版であったりとかもしくはその外出禁止に関するその具体的な法律をきちんと特別法で制定してもらってまあ必要な時にすののんなりとできるような あの座組みを作ってくれるといいなというふうには思います。あのまあ良くも悪くもそのまあこういうそのご時世なんで。まあいろんな可能性を考えながらその法的な仕組みとか。制度とか枠組み座組み、あと地域のそのかあの取り組み方とか。あの考えられるものはその一つ一つこう丁寧に織り込んでって考えられるといいなというふうに思います。ちょっとはね、こう目の前にそのコロナウイルスの感染疑い者っていうのがこうバンばん増えてくるとですね。<laughs> まあいろいろそのおっかなびっくりですよね。 うんまあ、もちろんそのマスクして手洗いうがいをしっかりやっていたとしてもやっぱりなんか怖いなとでましてはそ,のそういった人たちがいるかもしれないところでその満員電車に乗って通勤されている方の,その心理的ストレスはいかばかりかと思いますしあとまあ家,に出た家から出たくても出られない子どもたちだとかあとまあ親御さんの,そのまあこう健康不安なんかもこれから出てくると思うので何かいい形でうまくその換気とか運動とかしながらですね乗り切っていっていただければというふうに強く思います。 やっぱ、ねまあ、上がしっかりしてくれやっていうのが楽なんですけどもただここまで終わらせがその広がってきてしまうと、まあ、そろそろそのちゃんとした対策を上からドーンとしていただいてそれに見合った形でその対処していけるような仕組みがあるといいなというふうに思っています以上です。